話しましたが、まずは、準備が進みますね。いきますね。インターコンチネンタルオープン、ミュージックラウンジスタートの安藤美久さん、昨年優勝者、第1コースです。そして第2コース初出場です。20代の笹本圭人さん、はい、そして第3コースは第3コースは横浜ロイヤルパークホテルの新沼千葉さんです。そして第4コースは同じく横浜ロイヤルパークホテルの大月ひかりさんです。そして第5コースはルークの高野優一郎選手です。目が無事からが強いですね、高野さん。ほぼね、もう12歳ぐらいで、もう今固まってますよね、はい。さあ、そしてこの個人戦の決勝のスタートを務めますのが、株式会社ホルテリーグの日比谷さん、代表取締役の日比谷さんです。日比谷さん、よろしくお願いします。はい、日比谷さんもね、こっちでこのホルテリーグ、ありがとうございます。はい、スタートしました。はい、早い。ミックグラスも押してくれても大丈夫です。さあ、優勝のボディングクリームの笹本さん、決勝のこのボディングクリームは20秒ゴールするまでわからないですね。後ろでゴールしてくれた、これが強い20秒。笹本さんの20秒ゴール。そして大月さん、お疲れ様でした。大きな拍手を。